ます、2020年12月14日、今さっき起きました。マテノプラ J として最後のステージになります。まあ、いろんな思いありますけれども、まあ、一日しっかり、まだ頭が回ってないですけども、あ、なんか切れた。まあ、しっかりやっていきたいと思います。はい、はい、今日がマテンロオペラ J としての最後のライブの日なんですけれども、うん、この4年間、はい、振り返って J さん今の心境はどうでしょうか。振り返ると、まだそのなんていうか、終わるっていう、完全に終わるっていうなんていう実感とかは全くなくて、でもその中でなんていうか、11月の28日にオフィシャルで発表してから、いろいろね、ダイレクトメッセージファンの皆さんからもらって、あ、俺ってなんて、まあ、自分で決めたことやから、それは自分で決めた道は行くっていうのはもうそれは自分の人生やし、けどまあ本当裏切ってしまったなっていう気持ちと、やっぱそれが一番大きいかな。もう謝ってもね、謝りきれへんっていうか、でもまあ自分で決めた道っていうのはあるから、それは、まあ、人生一回きりって後悔したらあかんなっていうのがあるし、そこはやっぱりなんていうか、ファンのみんなにとっては裏切った行為になってるかもしれないけど、自分の人生嘘ついていきたくないっていうのがありますね。はい、マテンロオペラで今まで活動してきて、印象に残っているエピソードなどはありますか？印象に残ってること、まあでも振り返るといっぱいあるよね。振り返ると、その中でもってことですか？そうですね。なんだろう、かけがえのないっていうのは、いろんな仲間ができたことかな。で、単純な思い出だけで言ったら、まあ全部が全部っていうわけではないんだけど、そのツアー一個一個振り返るって言ったらすごい難しい話で、けどすごい全部のツアーにはストーリーが一つずつあって、そのツアーのなんていうかな、なんとかツアーとかあったやんか、ヒューマンディグニティツアーとかさ、あれ一つとっても、言うたらそのヒューマンディグニティツアーの中の一つのパズルでいうピースなわけやんか。それを一つにしたのがヒューマンディグニティツアーであって、だからそういう意味では一つ一つ大切なものやねんけど、その中でもめちゃめちゃ印象残ってるって言われたら、行ったことないとこってどこやったか忘れたけど、岐阜県かな、岐阜県でライブした時、なんかね、こうふとした瞬間に変にセンチメンタルな気持ちになって、めっちゃ外ブラブラしたの覚えてる、かな。あと一回初めてステージ泣いてしまったことがあって、ライブ中に、しかもそれがね、どこやったか忘れたどこやったか忘れたな、どこやったっけな、まあなんとなく覚えてるって言われると、おぐのこいつ何してんの、どこか忘れた、本当にごめんなさい。けど確かヒューマンディグニティのセミファイナルやったかな、セミファイナルってどこだったっけ、あ、仙台ではないわ、仙台もすごい覚えてるけど、その前かな、静岡やったかな、静岡じゃないか、まああの辺で確か俺ね、 C っていう曲があるんですよ、インストの自分の、その曲で俺ライブ中にみんなの声聞いて、いつもこうやってイヤモニつけてる、イヤモニつけてやるんか、俺結構すぐ外すねん、みんなの声聞くためにとか、外して今までにないぐらいの声やったんですよね。その時ね、涙出てきて、うわーっ
ちゃ覚えてます。それが一番なんかライブで初めて泣いた、初めてって、うん、初めて泣いた、初めてやったしってどういうことやねん。感極まったですね。感極まっちゃったね。なるほど。あれはでもほんま初めてやったな。今思うと、そのライブはやっぱり印象深い。うん、今思うと。でもあのツアーファイナルも覚えてるしね、あのなんていうかハッピーバースデー、 あれがま、ね、ね、去年の今頃かやったらね、あれもすごい覚えてます。なんかすべて一つ一つ覚え、一つ一つ何かって言われたらすごい、まああれだけど、うん、こうやって文字でこうな、例えばツアーここで何があった何があったってこうバッて出されたら、これここでこんなことあったなとかって言えるけど、今パッて思いつかぶのってそれかな、うん、だからそれが一番覚えてる、うん、すぐ思い出せる記憶というか、うん、かな。大きい一日だったってわけですね、うん。あんなだって12月6日のハッピーバースデーのやつなんて、あんなみんなの前でね、うん、祝ってもらえることなんて人生ほんまないやん。初めてやったし、あんなを、うん、ハッピーバースデーっつって、うん、あれはめちゃめちゃ感動したね。メンバーか、ね、DVD かブルーレイにもなってるやんか、うん、それ見るといつも思うね。だから今日も朝あのそれ思い出して見てきたもん。だからすごいなんか今日で終わんねやって思うと、みんなの声が聞けなくなるっていうのがすごい寂しいなって思うね、うん、今、うん、まあ今まだその実感はないんだけど、はい、今日朝それを見て思った。うん、マテンローオペラというバンド、 J さんにとって初めてのビジュアル系のバンドだと思うんですけれども、うん、加入当初と今と何か見方といいますか違ったりしてますか？ビジュアル系っていうものに、はい、自分の中の概念ってことですか？はい、最初入った時というか、うん、サポートした時はビジュアル系、まあそもそもビジュアル系は一切通ってきてなかったっていうのもあるし、うん、で特にその自分たちの世代とかっていうのは、まあ自分たちがやった音楽とかっていうのはビジュアル系なんかオカマじゃねえみたいな、そういう気持ち悪みたいな感じで捉えてたからさ、はい、うん、だからそういう意味では最初はやっぱり抵抗みたいなのはあったけど、でそこでやっていくうちに、まあ、あのなんていうかな、やっぱり自分にとってはそのリンチってバンドがなんか全てを覆されたというか、まあ、バンド自体をその何かにそのなんていうかな、バンド好きなバンドなんですかみたいなって言われた時に、今までそんな何もなかったし、影響を受けたアーティスト誰ですかって言われても、え、誰やろみたいな、特にただ俺ギター好きでただ適当に弾いたらこうなっちゃったみたいな感覚やから、なんていうかな、だからそこでその自分の中でのアイドルっていうのを見つけた、うん、ビジュアル系入ったから好きになれたっていうのもあるし、知らんかったら好きになれてへんかったし、うん、って思うとめちゃめちゃ大きいなと思うね、自分の中でのビジュアル系やってよかったって思う。で、あ、ここ通ったことある、そうそう、うん、それはめちゃめちゃ思います。ほんまに感謝してる、ビジュアル系。でいろんなそういうお客さんとか見てもこう、あ、こういうのがなんていうの、こういう乗り方するんやみたいな、もう、うん、あったし、すごいなんかな、知らないもんだから何でもそうやねんな、食わず嫌いってダメやなってほんま思った、うん、だからやってよかったってほんまに今思う、ビジュアル系をやれてよかったって。こっちか、うん、って感じですね。ありがとうございます。はい、とうとう会場に着きました。レザー、はい、もう着々と時間が近づいてきてますけど、
今何時ですか？4時ぐらい。今はそうですね、もう4時10分前ですね。会場入ったら、はい、あのまずヒゲ剃らないといけないんですよ。あ、まあ、身支度から。だからまずヒゲを剃りたいと思います。はい。で、あと新横浜のここに来ることってあんまないですからね。ああ、まあそうですね。でも何回もライブは来てるんじゃないですか。先月もしたっす。先月も。先月も。はい。まあとりあえず悔い残らんように。はい。あの配信でみんなの顔は見れないけれども。はい。みんながおると思って全力でやっていきたいと思います。着いた。はい、というわけで行きましょう。行きます。お願いします。会場入りして着々と時間が迫ってきてますが、はい、どうでしょう、姉さん、ご来客は。まあ、とりあえず弦を張り替えないといけないんで。ツアー中ね、毎回1本、毎ツアーが何本あった前で、ね、30本ぐらいあったでしょ、多分。うん、30本ぐらいあった時のツアーの時も、毎公演書いてたからね、1回に。1公演1回ずつ書いてる。大事ですからね。これ、本当にね、一番嫌な作業です。もう僕基本的にあんまでもギターって吹く人って多いよ。吹く派。僕は吹かないです。吹かないですよね。もう弦はこれって決まってるものがあったりするんですか？今のところは DR 使ってる、うん、今のところっていうか今 DR 使わせてもらってる、使わせてもらってるっていうか、前はダダリを使ってた。あ、飛んでった。はい、6弦だよ。弦ってほんまにいつ切れるかわからんから、うん、びっくりするぐらい切れるから。だって変えたのに切れる時とかもあるから。 ありますね。ベースはないっしょ。ベースはまあよほどのことがない限りは。ギターの弦とか変えた時ある？これやったら変えれんじゃん。変えたことはありますよ、うん、こうやって弦変えてるんですよ。もう数えきれないぐらい変えてきたもんね、うん、今までね。何本変えたか。出来上がりを楽しみにしてます。楽しみにしてます。はい。できた。弦張り替え完了です。張り替え完了。取って。ゴールに輝いてますね。リッチな感じが。かっこいいでしょ。かっこいい。あ、ミスってる。入ってる。入った。いや、7弦ギターっていうのは摩天楼オペラに入ってから初めて聞いた感じですか？うん。それでもう弾きこなすっていう。いやでもね、これガチでリハやってんの。やばい、絶対もんでもない。チューニングをしてもらって、まあ、パッとやりますか。お願いします。綺麗になりましたね。
リハーサル頑張ってください。頑張ります。いらっしゃい。